はい、どうも、杉田です。今回はメタルギアシリーズに登場した最強武器の数々をご紹介していこうと思います。どれも救済用のアイテムだったりエンドコンテンツ級の入手難易度だったりとゲームの楽しさが損なわれないような設定ですのでご安心ください。エントリーナンバー1、レールガン。こちらはメタルギアソリッド4とメタルギアソリッドピースウォーカーに登場した武器です。武器以外ではメタルギアレックスやサヘラントロプスなどの兵器に搭載されています。原理をざっくり解説すると、電流と自害の力で弾を発射し高い貫通力を誇る兵器として開発されているものですが、重量や反動などを考えると個人で携帯できる代物ではなく、現実的に単独での使用は不可能な武器です。メタルギアソリッドピースウォーカーではクリサリス・カイを S ランククリアで設計図を入手でき、一応ソロでも使うことは可能ですが、ソロで使うと威力は微妙であまり活躍はできません。というのも味方からの電力補給を受けることでようやく進化を発揮する武器ですので、私みたいなボッチにはあまり使いこなせない武器となっています。しかしマルチプレイでのレールガンはまさに最強武器。弱点人時にはカンストダメージを叩き出すほどの高威力です。まあ私は使ったことないんですが、ちなみにメタルギアストリート4で登場したレールガンはソロでも自動チャージしてくれるためボッチに優しい性能となっています。エントリーナンバー2、アームズマテリアル α114 ライオットピストル。こちらはメタルギアストリート5ザ・ファントンペインに登場するハンドガンです。エンドコンテンツかつ入手方法が FOB イベント限定のため知らない方も多いかと思います。効果は着弾時に麻酔ガスを散布し、どの部位に当たっても 100% 敵を眠らせることができます。通常の麻酔銃といえばしっかりヘッドショットを狙って慎重に狙いを定めて撃つものですが、この銃は一切ヘッドショットを狙う必要がありません。それどころか体のどこかに着弾すれば即睡眠状態なため、強力なバトルドレスを着用しヘルメットをかぶっている厄介な敵も一瞬で無力化することができます。さらに従来の消音機能も搭載されているため敵に気づかれにくく、監視カメラを撃てばガスの煙で機能を妨害できるため FOB ミッションでは必須クラスのアイテムとなっています。ただデメリットも存在します。ガスマスクを着用している敵には麻酔ガスが効かず効果が全くないほか、所持弾数も最大24発とかなり少なく設定されています。バランス崩壊武器といっては過言な武器ですが、その採用率の高さからご紹介しました。ちなみにこの枠は対応銃にするか悩みましたが、あちらは完全にネタ枠ですので、またの機会にご紹介したいと思います。エントリーナンバー3、パトリオット。こちらはメタルギアソリッド3、メタルギアソリッド4、メタルギアソリッドピースウォーカーに登場する、一応分類としてはアサルトライフルです。ザボス愛用のアサルトライフルで重心を短くカスタムしており、ハンドガン程度の蛍光性でアサルトライフルの火力を得ようとしたカスタムでしたが、結果は普通の人間には扱えないほどの反動を生み出す化け物銃へと変貌し、まともに運用するのは事実上不可能な銃になってしまいました。ちなみにザボスは片手でこの銃を使いこなします。普通に化け物。100連装のドラムマガジンを使用しているため弾薬が無限で決して弾切れを起こしません。これはマガジンの形が無限大の形になっているためと説明があり、どこからどう見ても納得がいく設定ですね。メタルギアソリッド3ではゲームを1周クリアすると使えるようになる武器で、消音効果はないもののリロードが不要で撃ち続けられる点からほとんどの敵をなぎ倒して進むことができます。メタルギアソリッド4ではなぜかサブマシンガンというカテゴリーに分類されていますが、おそらくパトリオットを初めて見たオールドスネークさんがサブマシンガンと勘違いしたからなのでしょうか。適当に今考えた設定ですので間違ってたらすいません。メタルギアソリッドピースウォーカーではカズとデートにてカズを気絶させボディチェックをすると、なぜかパトリオットの設計図を落とすので、研究開発に愛国者のスキルを持っている兵士がいると開発が可能になります。このミッション自体ネタの宝庫ですので、ぜひ一度プレイしてみてください。エントリーナンバー4、イージーガン。こちらはメタルギアソリッド3とメタルギアソリッドピースウォーカーに登場したハンドガンです。作品によってかなり性能が変わるため一概に最強武器とは言えませんが、メタルギアソリッド3ではかなりぶっ壊れた性能を秘めた武器です。まず持っているだけでカムフラージュ率が常に 80% を維持するようになります。地形やマップによって野戦服を着替えたりフェイスペイントを塗り直したりする必要が一切なくなるぶっ壊れ性能です。さらに装備しておくだけでスタミナを徐々に回復します。ステルス要素だけではなく食事の要素までぶっ壊してしまっているため、かなりのバランスブレーカーと言えるでしょう。そんなイージーガンですが、さらに弾薬無限、レーザーサイト搭載ともはややりたい放題の性能となっています。冗談抜きでほとんどのステージをこの銃だけでクリア可能です。
もちろん本来の原音麻酔銃の性能を所持しており、 CQC も可能。入手方法は称号ホエールの獲得か、難易度をベリーイージーの初期武器で、初心者用の救済措置か、エンドコンテンツクラスの武器となっています。唯一の欠点としては、無限フェイスペイントやステルス迷彩と同じスペシャルアイテム扱いになってしまうので、称号獲得には向かないことでしょうか。エントリーナンバー5、フォックスブレード。こちらはメタルギアライジングに登場するメインウェポンの一つです。初回特典のガスタンボディサイボーグ忍者をダウンロードすると同時に入手可能になります。入手方法からお察しの通り、グレイフォックスが愛用していた刀です。効果は一定確率で敵を走行ごと切断できるというもの。つまりこちらの攻撃が一定確率で即死攻撃に変化するといったもので、振り回しておけば雑魚敵はほとんどワンパンすることが可能。ボス戦にこそあまり向いていませんが、道中で使用すれば間違いなくバランスをぶっ壊す一本です。メタルギアライジンをやったことない人向けにこの武器の強さを説明すると、ピースウォーカーで AI 兵器を破壊していないのに記憶版抜き取っちゃう感じですかね。例えが分かりづらい。作品内でぶっちぎりの最強武器な反面、解放には BP が20万もかかるため、いきなり最強武器で無双とはならないのがいい感じの仕様です。それでは以上、メタルギアシリーズ最強武器のご紹介でした。いかがでしたでしょうか。個人的に獲得した時に一番ゲームが壊れた武器と感じたため、今回の最強ぶっ壊れ大賞はフォックスブレードさんですかね。皆さんの考える最強バランスブレーカー武器をコメント欄で教えてください。最強バランスブレーカー武器って、そのなんか頭悪く聞こえるな。それではご視聴ありがとうございました。